平野智明5月20日帯は日本の実業家、三菱銀行代表取締役専務や日本信託銀行の社長、会長等を歴任した。島根県出身。1957年に一橋大学経済学部を卒業し、三菱銀行に入校。入校後は労働組合の委員長を務めたほか、1978年から2年間は、 経営不振により、無敗に転落していた、三菱金属に出向し、同社の経営再建に尽力した。その後、三菱銀行に戻り、業務企画部副部長、渋谷支店長、総合企画部長、代表取締役常務等を経て1993年5月に、三菱銀行代表取締役専務に就任。1994年8月、バブル景気時に行った、 不動産向け融資などの焦げ付きにより、経営不振が続いていた日本信託銀行の社長に就任。三菱銀行は、第100生命保険に次ぎ、日本信託銀行の持ち株比率5%の第2位、株主であり、5代連続の三菱銀行出身の社長となった。また島田金一郎会長と馬場正明社長は、経営責任を取って辞任し、 会長空席の中での社長就任であった。社長就任内定時の記者会見では、合併とか子会社化は、現在のところを全く考えていない、あくまで自主再建が前提との説明を行ったが、同年10月、三菱から支援要請を受け入れるとの回答を今日もらったと説明し、日本信託銀行が三菱銀行の子会社となることを記者会見で発表した。 5000億円にのもぼる多大な不良債権額の処理に、三菱銀行の協力を仰ぐ趣旨であった。2000年には、持ち株会社三菱東京フィナンシャルグループを、設立する形での東京三菱銀行、三菱新宅銀行、日本新宅銀行、東京新宅銀行との経営統合を決定。体調を崩し、入院中であったが、代理出席の打診を振り切って、 4社首脳会談に参加。会談で平野は統合契約の発表日を7月22日と主張する内海英堂を説得し、4月28日に発表日を前倒しすることを成功させた。同年、社長を退任し、代表取締役会長に就任。三菱銀行内では親分肌で合法雷楽な性格として知られた。ザウの名は、 大学時代に読んだ、すべての花の無双紙を結ぶとは限らぬと言って、斧が生命を憎み砂漠へ逃げるべきだと、お前は思うかとの芸での歌。1994年8月3日、日本経済新聞、1994年5月14日、日本経済新聞、1994年5月14日、日本経済新聞、1994年5月14日、日 日本経済新聞1994年5月31日日経金融新聞1994年8月3日日本経済新聞1994年10月13日日本経済新聞2000年5月2日日本経済新聞2000年5月25日日経金融新聞1994年8月3日か本経済新聞ありがとうございます